ミハイ・ギンプは、モルドバの政治家。二千九年八月二十八日から二千十年十二月三十日まで、同国議会の議長を務めた。ウラジーミル・ボローニンが二千九年九月十一日に、大統領を辞職したことに伴い、大統領代行に就任した。ミハイ・ギンプは九百五十一年十一月十九日に、モルダビア・ソビエト社会主義共和国、キシナウの村、 コロニツァに生まれた。モルドバ国立大学にて法学を学び、共和国の司法機関に勤める。1978年から1990年まで法律家として働き、複数の会社で法務部門の長を務め、またキシナウのルシカニックで裁判官を務める。1980年代末には民主化運動に参加し、モルドバ人民戦線の創立メンバーの一人として、 運動の執行委員を務め、モルドバの政治運動の指導者の一人となっていった。1990年の総選挙では、モルドバ人民先生の議員として選出され、1994年の総選挙では、有識者ブロックの議員となった。在任中、1991年のモルドバ独立、宣言に賛成を投じている。1997年、銀プは、 改革党の党首に就任した。1998年の総選挙では、党は0.54%の得票率しか上げられず、4%とされていた、阻止条項に達しなかった。2005年4月、党名を自由党へと変えた。2007年、岸直市議会の議員となった。2週間後、自由党の副党首、ドリン・キルト・アカは、 モルドバ共産党のベアチェスラブヨルダンに勝利し、岸直市長となった。2009年7月の総選挙では、モルドバ共産党が44.76%の得票率を得た。この他に、モルドバ議会には4つの政党、モルドバ自由民主党、自由党、モルドバ民主党、我がモルドバ同盟党が議席を得た。この結果、共産党は101議席中の48議席を、 獲得し、自由民主党は18議席、自由党は15議席、民主党は13議席、我がモルドバ同盟党は7議席となった。自由党党首である銀プは、自由民主党党首のブラドフィラと、民主党のマリアン・ルプ、我がモルドバ同盟党のセラフィム・ウレケアンと共に1週間以上かけて話し合いを持ち、8月には、欧州統合同盟の名前で連立を結成した。 2009年8月28日、銀プはモルドバ議会議長に選出された。投票は秘密投票であったが、欧州統合同盟の持つ53議席すべてを獲得している。銀プは私を信頼してくれた仲間に感謝する。任期中は報道の自由、司法の独立、そして我が国をすべてのモルドバ国民が誇れる法治国家とすることに努めたいと述べた。 2009年9月11日、モルドバの大統領代行に就任した。ウラジーミル・ボローニンが11日の朝、公共放送モルドバ1を通じて辞任を表明したため、大統領代行となった。辞表は、議会事務局に送られ、議会では52人の賛成によって、大統領不在が宣言された。このため、モルドバ憲法の91条の規定に従い、 次の大統領が選出されるまでの間、銀プはモルドバの大統領代行に就任した。銀プはルーマニアとモルドバの民族的同一性を明確に支持する立場を取っている。ありがとうございます。